Hi everyone! Welcome to Glenn's Spanky World! Glenn's Spanky Radio, Instant Nation! Glenn's Spanky Radio, Instant Nation!クリムスパンキーレディオインスタントネーションへようこそ。クリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。ここは僕らの架空の国インスタントネーション。音楽の話はもちろん、僕たちのプライベートの話、マニアックな趣味の話などなど、クリムスパンキーの不思議な世界に皆様をご招待する番組です。はいはい、今週もやってまいりました。体調どうですか？体調ですか？体調いいですか？風邪もひかず、はい、大丈夫です。私は、ヤオコはね、年末結構風邪ひきましたけど、うんうん、あの年明けてからは、うん、あの非常に体調よく過ごさせてもらってます。はい、はい、今日のニュースはこちら。この前ね、まあ、今これ収録してる時に、うん、解禁されたばっかだったと思うんですけどもね、うんうん、前日ぐらいにニュースです。ノエル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バーズが来日決定ということで、はい、まあ、去年サマーソニックでも来てましたけど ね、うん、単独が、今年の5月15、うん、16、17東名阪でも3日間ね回るということで、はい、何年ぶりなんだっけ、忘れちゃったの。単独は結構ね久々らしいですね、うん、あのよく来てるイメージだけど、うん、そうだね、単独が久々で、僕らもねちょうどね3月からね6月までツアー回るわけですよ、うんうんうん、で12日が愛知、18日がナンバー8大阪だから、うん、これさ大阪の前の日、大阪17が大阪なんかな、うん、だとしたらさ行けるんじゃない、ま、前日は前乗りしてさ行ったりできそうじゃない。そうだね、大阪で見たい、まあ、まあ、みんな本当好きな人多いからね、日本人 ね、はい、うん、じゃあ1曲、今日はね亀が選曲、亀本 DJ がお送りします、はい、あの僕の今 DJ 亀本がお送りします。まあ、何でもいいけど僕の今のね、マイブームでね1曲行こうかなと思うんですけど、クイーンの映画見たんですよ僕、ボヘミアン・ラプソディ見に行って、それでやっぱこう70年代から80年代ぐらいのロックというか、ハードロックというか、まあなんつうのロック、まあロックだよね、大衆ロックというか、そういうのにちょっとなんか耳が偏ってて、今ねエアロスミスがブームなんですよ、クイーンじゃなくて。でエアロスミスばっか聞いてて、その中でね、まあすごい好きな曲があって、割とこう壮大な曲でね、あの好きな曲があるんで、ちょっとそれ聞いてほしいなと思います。はい、はい、エアロスミスで Living on the Edge。There's something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes.Seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. Yeah, we're living on the edge. Living on the edge. Living on the edge. Living on the めっちゃかっこよくない？僕さ好きなんだよね、うん、そこてかエアロスミス自体さ、もう70年代前半にデビューしてさ、うん、まあ途中休んだりもしつつもずっとアルバム出してるさ割と、うん、でこれも90年代なんですけどね、なんか一貫して多分いろんな時代の流行りつったりはあったと思うんだけど、ギターもっといなたいし、なんかこう一貫して割とこう愚直にロックやってるバンドだなっていう印象だったもん、うん、なんか全部聞いてみたら、うん、なんかね今まで以上にあの好感度が上がって親近感湧いたし、あのやっぱねすごいいいボーカルだよねって思いましたけど、松尾先生的にはどうですか？そうですね、まあすごいこれ有名な曲じゃんこれで、まあ、みんな多分聞いたことある、ロック好きな人たちは聞いたことあると思うんだけど、うん、なんかさハードロックなんだけど、うん、ちゃんとその限りなくこうポップで聴きやすいからさ、やっぱみんな好きになっただろうなとも思うし、なんかねあんまハードロックっていう感じじゃないよ音。そうだよね、うん、全然めっちゃポップだよね、全然ギターヘビーじゃないし、うん、めちゃくちゃでもそのちゃんとロックしてて、ロックロック王道のロックだよね、割と聴きやすいなよなって思います。で私のすごい仲いい友達が、うん、
あのカラオケでね、よく女の子なんだけど同い年の、うん、エアロスミスがめっちゃ得意な子がいて、うん、ちょっとねその子のカラオケを聞かせたい再現率英語がねまずね上手だからね、うん、あそうね英語ペラペラだからラブサイケデリコとかもうまくてそうめっちゃうまいよねっていうどうでもいい話そういえばでもでもなんかねそこね、うん、共通してるかもしれない直樹さんとかも、うん、めっちゃ好きなんだよ、エアロスミス。だからもしかしたらエアロスミスとラブサイケデリコはやっぱ共通点があるかもしれない。共通してるかも。じゃあその私の友達はいい、いいとこついてるかもしれない、ね、そんな気がするはい、お送りしたのはエアロスミスでリビンオンジエッジでした。グリーンスパンキーラディオ、インスタント、グリーンスパンキーラディオ、インスタントネーション。 This program is broadcasted at each station in the JFN affiliation。グリムスパンキーレディオインスタントネーション、グリムスパンキーギターの亀本ひろきです。ギターボーカルの松尾レミです。ここではね、僕たちグリムスパンキーの最近あったことを話していきたいと思います。はい、実はですね、うん、年明けてからね、うん、僕らは割とこう休んでましてね、うん、1月の19日に、まあ、事務所所属事務所の新年会やったんですけども、うん、それまでまあ実質オフでしたよね。そうね、あとはレコーディングしたり個人的な稼働僕だけでしょとか、あとデザイン私はしたりとか、うん、だからこうなんかどっかに行ってなんかしたりとかじゃなくて、まあ自宅にいて、松尾さんは自宅作業だね。スキー行ったね、うん、あ、そうスキー行った。長野県の僕らの地元飯田市の近くにあるね、駒ヶ根市っていう市があるんですけど、そこのねスキー場に行ってね一緒にやってきたね。どうでしたスキーは？死ぬかと思った。なんで？めちゃくちゃ怖くて、うん、もう本当にもうどうしようかと思ったよ。松尾さん怖がるからダメなんですよ。あれ怖がらなくていいんだって。でさ、私たちのね「ルッキング・フォー・ザ・マジック」っていう曲が、うん、2018から2019のスキーリゾートのテーマソングになってるんですけど、うん、あのゲレンデで流れるって聞いてたから、うん、そうだよね。しかもあの知事、あ県知事、うん、県知事に、安倍知事ね、そう、あの長野県のね県知事に、うんうん、あのゲレンデで流れるからぜひスキー行ってくださいと。そうね、そう言ってもらったのよ、うん、で行ったのよスキー。そうしたら私たちのさ行ったスキー場では、うん、流れてなかったっていう。いや流れなくてさ、マジショックだよ。どっかで流れないかなと思ってたんだけど、そうだよ流れることはなかったね。ほんとショックだったんで、まあ、なんかちょっとみんな流してください。そうそう、あの結局は最終的には、うん、スキー場の人が選んでいいらしくて、ねで、まあだから普通のこうなんか曲が勝手にこう自動でセレクトされて流れされるね、うんうんうん、もう流れって言ってたからね、僕ら一回も流れないけど。そうだよ、流れるって知事言ったじゃん。僕ら流れないのにね。お願いしますよ。あいみょん3回流れたからねあとあのなんだっけ、あのあれねダパンプ、ダパンいやいやあれ何回流れんだよみたいなレベルだったダパンプめっちゃ流れてたねちょっとちょっとさ、それはねちょっとここで言いたい。いやだからこれね、かなりショックだった。今ラジオ聞いてるスキー場関係者の皆さん、日本中の、うんうん、あのグリムスパンキーの曲を流してください。あのそういうあのちゃんとねこのタイアップしてるんで、僕らの曲がお願いしますよ。そしてスキーに行く人ぜひスキー場にさリクエストして、うん、お願いしますお願いします。今年1年はグリムスパンキーとして、うん、どんな1年にしたいと思ってます、松尾さんにとって？もう分かんない。なんで分かんないの？でもさ、今年はさ、年末、去年の年末さ、うん、もうアルバム出したからさ、そう、なんかね、うん、いろんな、いろいろクリエイティブな一年にしたいなと思ってる。またアルバム、まあ、作ると思うんだけど、うん、今年中に出せるか分かんないよねって感じ。まあ、全然まだ分かんないけど、うん、でもすごくたくさん刺激を、うん、やっぱ吸収できる一年にしたいな。なんかやっぱさ、今までデビューしてもう休みないなくてもうずっと作り続けてきたじゃん、はいはいはい、出し続けてきたから、確かに、確かに、ちゃんとこう吸収できる、うん、あの期間をもらいたいなっていうのがあって。年明けはどうだったの？年明けね、だからあんま吸収できなかったの？デザインしたりと か考えたりとか、あとレコード買ってた、まあ、それはいい吸収になるの、うん、あとスキーで死ぬ思いをしたって。それもいい僕聞いてよ、うん、聞いてよ僕の体験談、うんうん、映画シャイニング見た。あ、結構やっぱいいインパクト、あの映画のインパクトすごいっすよ。いや怖い、やっぱああいうの見ると、うん、そのまあ
伝説的な名作じゃない。そうだね。やっぱりそれはさ、それだけの理由があった、うんうんうん、やっぱそういうのをおすすめするけど。いいね。シャイニングが怖いから松尾さんに言ったと思うけど、怖いね、ちょっと怖いけど、そうじゃなくてやっぱそういうものってやっぱね、それだけの理由があるから。でもあの監督なんだっけ、キューブリックね。キューブリックのさ、カメラワークはすごい好き。そうだね。だからいいよね。あの色使いとかも可愛いし、うん、シンメトリーなのとかもいいし、なんかそういう映画からこうなんていうの、インスピレーションを受けることもとてもあるから、一緒に映画見に行こうよね。あの見れるものは私が、うん、あ、この前行ったじゃん。ああそうね、マイジェネレーション。そう、マイジェネレーションね。ドキュメントなんですけどね。そう、すごい最高だった。松尾さんテンション上がってたね。うん、テンション上がった。はい、こんな感じにね、僕らの毎日それなりに楽しく過ごしてますので、うん、こんな話してくれとかあったらね、うん、メールちょいちょい来てるんですけどね、そういうの、これからもお待ちしてますので、うん、JFN パークのメールフォームから送ってください。はい、ではね、ここで一曲いこうかと思います。これもまあ近況に関わるっちゃ近況に関わるんですけど、今すごくねこう世間を賑わせてる後輩のバンドをかけちゃおうかなと思うんですけど、いいですか。どうぞ。とりあえずじゃあまあ曲かけますか。うん、キングヌーのスランバーランド。これさ、うん、僕思ったんだけどさ、うんうん、ちょっとさ、うん、ちょっと勝手な思い込みかもしれないんだけど、うん、歌詞の内容さ、うん、グリムのさ去年出したさ TV ショーっぽいよね。あ、本当？うん、じゃあ本人に聞いてみようかね。聞いてみるか。あの、まあ、真似したとかではないと思うんだけど、時期的に、あの、なんかその同じこと考えてたかね。多分考えてるようなことはね似てる気がする。なんか他の曲の歌詞聞いててもそんな感じする。うん、じゃあ、うん、同じテーマで歌ってるね。そうなんですけど、いやもうあの同じさ地元のさ、そうね、地元の後輩じゃないですか。うん、で今もうすごい前かけた時には多分こういうバンドがいるんですぐらいのノリでかけたと思うんだけど。あ、確かに。でしょ、うん、それが今や多分知らない人いないっすよ日本で、ね、音楽好きな人だったら、はい、いいと思うよ、すごい。地元も一緒だし ね、あ、まあドラムと別は違うんだけどな。あ、まあね、でもあの面白い髪型してるし。いや見た目の癖強いよね。この前あの触らせてもらったのドラムのこのね、あのみんな知ってるかな、あのすごいね、富士山をね逆にしたみたいな。ぶっちゃけ意味わかんない髪型してるんだよマジで。すごいね、あの面白かったあれ。そうそう、いやみんな癖強いよね正直、うんうん、いやでもそれがもう音にも表れてますから、すごい癖の強い人たちですね。みんなでゲームしたりしてたよね。してたよ、松尾さんみんな見てたじゃん。うん、すごい、あの、はい、かわいいよね。かわいい後輩ですね。はい、お送りしたのはキングヌーでスランバーランドでした。 Welcome to Glenn's Spanky Worldでは次はメール読んでいきましょうかね、はい、松尾さん読んでくれるんですか、はい、ラジオネーム手荒れさん。手荒れ大丈夫。ちょっとちゃんとあのワセリン塗って、ワセリン。女性20代の方ですね。手荒れね、うん、この季節は大変ですよ、うん、私も僕も大変大変ですよ、私は1月1日に20歳になり、1月1日、誕生日なんで1月おめでとう。ついこの間成人式を迎えました。私たちの成人式は某水族館で行われ、アシカの笑顔を送られ、午後からは営業なのでさっさと退散させられるというなんだか不思議な成人式です。そんなのあるんだ。そして私は成人式の中学の学年会までの1時間で髪をバッサリ切り、ワンレンボブになりました。グリムのお二人は、女性のどのような髪型がお好きですか、またお二人はお互いに成人のお祝いをしましたか、ということで手荒れさんありがとうございます。成人式を行ったよ。いや僕も行きましたよ、もちろん、うん、あの声出なかったけど。あ、そうだ、ライブして年末ライブして声枯れて、あね違う、風邪ひいて、あ、風邪ひいてライブして、うん、声枯れ て、そのまま成人式だった。だから喋れないかった。でもねカラオケしちゃった。意味わからんね、もう。どういうこと。カラオケしちゃった。僕どう知ってたっけ。まあ、普通に成人式行って、そうだね、であのそうお酒飲んで、あのでその後、うん、あの中学校のクラスの友達で集まって飲んでカラオケとか行って、まあ、それで終わりですよ、うん、普通の展開ですよ。そうね、はい、私たちもエンジョイしてましたよね。女性の髪型は なんか全然話関係ない。グリムの2人も僕短髪好きですよね。え、うん、短髪の方がいいでしょ女性も。短髪ね人気だよね、うん、素敵だよね人気だと思う。ワンレンボブでもボブもいいよ、可愛いよね、はい、あのショートの人もね。そうですね、
ということでね、手荒れさん手荒れは大変ですけどね、あの成人おめでとうございます。おめでとうございます、うん、手荒れには気をつけて、ワセリンしっかり塗ってください。はい、はい、結構若い子とかもさ聞いてくださってるから、うんうんうん、多分ね二十歳になった子もたくさんいると思うし、あの来年、うん、まあ気が早いけど、うん、今19でもうすぐ二十歳になるって子もさ、うん、めっちゃいると思うんだけどさ、あのねうちの妹も、うん、1月で21歳になったん、うん、で、去年成人式で、うん、でなんかさこうなんていうの専門学校だったり、まあ、大学だったりすると、だんだんこう、もう、就職を決めなきゃいけなかったりとかさ、うん、なんか、将来のことを決めなきゃいけない時期じゃん？そうだね。そう。でも、そうなんか、その、例えばうちの妹とかも全然まだまだ全然迷ってるし、そうなの？うん。私も、まあ、バンドやってたし、うん、なんかさ、今は、こう、気持ちの赴くままに、やってもいいんじゃないかなって私はすごい思う。その20ぐらいの時って、うん、だからなんか何でもできるよっていろんな人に言われると思うけど、みんな ね、うん、で今の若いうちを楽しめとか言う人いっぱいいるし、実際私もそう思うけど、まあなんかあんまそういう言葉を気にせずに、なんかやりたいようにやればいいんじゃないかなと思っています。そうですね、はい、ということで、お便りありがとうございました。ありがとうございました。手荒れさん、ハンドクリームを塗りましょう。私も気をつけます。ワセリンで、ワセリン、はい、ワセリンはベタベタするからハンドクリームがいい。そうなの、うん、番組では皆様からのメッセージ、お待ちしております。メッセージはスマホアプリもしくは PC 版 JFN パークにあるグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます。こちらでは収録後のアフタートークも聞けます。じゃあ、グリムスパンキーからのお知らせを、松尾さんお願いします。はい、3月から私たちのツアーが始まります。ルッキングフォーザマジックツアー2019、はい、初日は3月の2日、長野クラブジャンクボックス、2days、全国24都市27公演の全国ワンマンツアー始まります。はい、遊び来てね。はい、その他ライブも決まっています。詳しくはグリムのオフィシャルホームページをチェックしてください。はい、じゃあ次ね、ラストナンバー、今日グリムスパンキーの曲かけようかなと思います、うん、映画のね、うん、リアロニゴッコという映画とタイアップしたんですけど、はい、でね、曲書いたじゃないですか、はい、これもさ、スキー場と一緒でタイアップして書いたんだけど、うん、本編で流れねえっていうね、まさかの謎のことが起きて、そうですね、まあいろいろ事情があるんですけども、まあなかなかね、やっぱね、流れないっていうのは悲しいもんですな。まあでも結果的にすごくいい曲ができて、すごくいい、久々に何書きようかなと思って、リアル鬼ごっこすごい好きだな、ライブでも結構やってるしね、ツアーとかでね、毎回すごく気に入ってる曲です。じゃあ最後に、これを聴いてお別れですね、はい、グリムスパンキーでリアル鬼ごっこ。グリムスパンキーレディオインスタントネーション、エンディングの時間です。どうでしたか今週は。久しぶりにさ、リアル鬼ごっこ聞いたけど、いい曲だった。そうですね、うん、いや、いい曲ですよ。いい曲ですわ。最近さ、本当にいい曲だった。そのシオン監督って日本であんま映画やってないん、なんか海外で活動してるん、そうだよね、なんかそんな感じみたいですよ。日本、まあ、日本でも映画やると思うんですけどね、新しい映画もちょっと楽しみだなと思うんですけど、最近出してないよね、うん、楽しみです。というわけでですね、この番組では皆様からのメッセージお待ちしています。松尾ひろきの知ってる世界では、僕たちグリムスパンキーに話してほしいことや、それぞれが得意とする分野や質問お待ちしております。天国への階段では、あなたが体験した奇妙な話、また不思議な話、恐ろしい体験お待ちしております。ミュージックディグでは、あなたのおすすめの音楽教えてください。その他もちろん楽曲、ライブ、ラジオ、テレビの感想大歓迎です。では松尾さん、宛先をお願いします。メッセージはスマホアプリもしくは PC 版 JFN パークのグリムスパンキーレディオインスタントネーションのメールフォームから送ることができます。いろいろお便り、私たち見てます、はい、読むのは限られてしまうけど全部目を通してます。もちろんです。はい、
ありがとうございます。お待ちしてます、それでは今日はここまで。お相手はグリムスパンキーギターの上本ひろきとギターボーカルの松尾レミでした。また来週。